スナメリはね、こっち側にはちょっとあんまりいないんですけど、もうちょっと東の方行くと、スナメリは僕らがずっともう十何年調査してるんだけど、その中でここは餌場に、スナメリが餌場にしてるだろうってことがあって、そこを大体見に行きます。都内海の、あの、バロメーター、環境のバロメーターみたいな、生物ピラミッド の頂点におるんで、スナメリの数が減ったイコール餌との魚たちがいなくなる。70年ぐらいにより前は5000頭ぐらい瀬戸内海にいたよおったっていうんですけど、でそのずっと何十年も横ばいだ。瀬戸内海で生まれて瀬戸内海で育って瀬戸内海で死んでいくので、で他の海域にもいろいろいるんだけど、ペルシャ湾ぐらいがずっとスナメリはいるけど、他の海域との結びつきが全然ない、交流がないので、瀬戸内海のスナメリが死んでしまったら、誰か人間が持ってきて離さない限りは自然に増えるってこと。